それでは定刻となりましたので、ただいまより衆議院議員総選挙東京18区立候補予定者公開討論会を開会いたします。本日司会を務めさせていただきます社団法人武蔵野青年会議所斉藤郁恵です。不慣れな点がございますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは主催者を代表、失礼いたしました。それでは主催者を代表いたしまして、社団法人武蔵野青年会議所理事長石井圭介よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。この公開討論会は東京18区3つの青年会議所で開催をいたします。青年会議所というのは、国籍、人種、宗教、政治、全てを問わず入会できる団体でございます。よってこの公開討論会を公正中立に開催することをお約束いたします。このお約束をもちまして、主催者側の代表挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。それでは本日ご出席の立候補予定者の皆様にご登壇いただきます。皆様拍手を持ってお迎えください。本日のコーディネーター並びにアシスタントをご紹介します。コーディネーターは社団法人武蔵野青年会議所幹事筒井信介君。アシスタントは社団法人武蔵野青年会議所専務理事本郷真一君です。ただいまご紹介いただきましたコーディネーターを務めます筒井信介です。どうぞよろしくお願いいたします。まずは本日お忙しい中、本公開討論会にご臨席賜りました立候補予定者の皆様、ありがとうございます。今我が国を取り巻く環境は様々な問題、また先送りできない問題を抱えている現状と、我々主権者である国民がしっかりとした意思表示をし、責任のある投票が必要とされております。本日は立候補予定者の皆様より国民の関心が高い4つの論点から討論いただきまして、責任のある意思表示に向けた一助を担うため本討論会を開催させていただきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに本討論会における約束事を何点かご説明させていただきます。立候補予定者の皆様をさん付けでお呼びさせていただきます。誹謗中傷、やじなどは絶対に行わないようにお願い申し上げます。また拍手や声援についても慎んでいただきますよう重ねてお願いいたします。この討論会の進行の妨げになるような場合は、私の判断にて
退席していただくこともございますので、あらかじめご了承ください。それでは最初の質問をさせていただく前に確認事項です。皆様に公平な機会を持っていただくために、各発言に対しての持ち時間は3分とさせていただきます。ただし場合によって私の方から設定時間を設けさせていただくこともございます。回答時間はタイムキーパーが計測しており、1分前、30秒前とフリップを上げますので、時間厳守のご協力をお願いいたします。回答時間を過ぎて発言が終わらない場合は、途中で発言を終了させていただく場合もございます。また席順並び回答順は先ほど事前に行いましたくじ引きにて決定しております。本日は選挙公示前でございます。選挙に対する事前運動にならぬようにご注意ください。今回の討論会は6名の立候補予定者の皆様にお声掛けをさせていただきましたが、日本維新の会より立候補予定の五十嵐さんよりスケジュールの調整がどうしてもつかないため、ご出席できないとのご連絡があり、残念ですが欠席となっております。また途中で会場の皆様に丸抜の質問を行いたいと思います。お答えいただくときには確認しやすいようにお手元の資料を掲げて質問に答えてください。入り口にて資料を配布させていただきましたが、資料をお持ちでない場合は近くの設営スタッフにお声掛けください。それでは早速ですが、会場の皆様にご質問させていただきます。日本経済はリーマンショック、そして東日本大震災の時期低迷を続けており、企業の倒産も相次いでおります。今後もアメリカの財政の崖、通称ですねフェスカルクリップや領土領海問題に端を発した日中関係の影響など一段の景気悪化が予想されております。それでは質問です。景気対策のための減税は必要でしょうか。まずはじめに減税が必要、賛成の方はこちらに分かるようにお手元の資料を挙げてください。お願いします。はい、ありがとうございます。それでは反対の方、資料を掲げてこちらに分かるようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。今挙げてない方はどちらでも良いという返答でよろしいでしょうか。はい、それでは今の質問に合わせて立候補予定者の皆様にご意見をいただきます。日本は巨額の財政赤字を抱えており、デフレ、被災地の復興など問題が山積している中、日本経済が活気を取り戻すにはどのような政策を展開する必要があるでしょうか。まずは菅さんの方からお答えをお願いします。一番のくじ引きを当てましたので最初にお話をさせていただきます。まずあの三種の JC の皆さんがこういう形の会を開いていただいたことを大変ありがたく思っております。また私に対して、総理大臣中含めて多くの皆さんにお支えをいただいたことを、こういう場からでありますけれども改めてお礼を申し上げたいと思います。3年前に自民党政権から民主党政権に移りました。もちろん自民党政権時代の多くのことを引き継いだわけですけれども、その中には難しい問題、負の遺産とも言うべき問題もいくつかありました。その一つが少子高齢化社会、この問題では子ども手当など
いろいろと手を打ちました。またもう一つは1000兆円の借金という問題、これも社会保障と税の一体改革の中で、前進を図りました。そしてあの 3.11 が生じた時に発生した福島原発事故、54基の原発が存在をその時点にしたわけですけれども、まあ、これもある意味では負の遺産の一つと言えると思います。お前が爆発させたんだろ、はい、やめてください。これに対して、後ほどエネルギーの政策のところでしっかりと私の意見を申し上げたいとこのように思います。今、景気対策あるいは経済政策について、質問という形でお話がありました。まあ、私は総理の時代を含めて従来の2つのやり方に代わる第三の道とい う方式を提案いたしております。つまりは過大な公共事業依存ではない、あるいはデフレ下におけるリストラといったそういう間違った政策ではなくて、雇用需要を増やす政策、それには例えば介護とか医療とかそういう分野、子育ての分野、さらには今原発ゼロを目指す中で再生可能エネルギーとかあるいはエネルギーの効率的な省エネといった技術が非常に進みつつあります。この分野は緑の成長、ヨーロッパではグリーングロースという言い方をしてますけれども、そういう分野になります。私は雇用から内需につながるこういう社会保障の分野と再生可能エネルギー、省エネの分野で新たな成長を目指すべきだとこのように考えております。はい、菅さんありがとうございました。続きまして横粂さんお願いいたします。まっすぐ政治改革、右肩上がりの時代へ、完全無所属で貫いております横粂勝人でございます。本日は私の政策と思いをお伝えできる機会を設けていただき、お越しいただき皆様ありがとうございます。さて今の政治、今の経済いいなって思う方どれくらいいらっしゃいますでしょうか。私は誰に聞いてもどなたに会ってもどんな人に言われても政治おかしい、経済おかしい、この2つを言われます。私の次の選挙にかける2つの思いは政治を変えていくこと、景気経済変えていくこと、この2つです。ですから今回のテーマの景気回復ということは徹底的に取り組んでまいります。さてどうしていけばいいのか、どうすれば右肩上がりの時代に変えていけるのか、円高デフレ不協和が長きにわたる深刻、バブル崩壊から20年、もう失われた10年と呼ばれてそれが20年になっちゃった、このまま今の政治経済を続ければ失われた30年40年になります。先輩方がこれだけ技術と人材の日本、技術大国人材大国日本として世界に冠たる国家として作り上げていただけた、それを食い止めるのが私たちのこれからの政治だと思っております。まず円高デフレ不況脱却のためには明確な物価目標、インフレターゲット 2% を設定をする、そして日銀法改正も含めて円を増刷する、もう円を増やすことなんですね。今円が少なすぎるから円高デフレ不況になっている、もう簡単なこと、政治が変われば円を増やして円安デフレ、円安インフレ、ソフトなインフレへと導いていくべきだと思います。そして成長戦略としてはやはり技術と人材に特化した成長戦略、技術って宇宙とかパソコンとかああいう難しいことだけじゃなくて農業だって技術だし介護だって技術、日本人しかできない介護の仕方がある、もうそういった一つ一つの技術と人材をより高めていく、それを世界へと広げていく、
中国だけじゃない、インドもブラジルもアフリカも日本の技術と人材を必要としている場所はたくさんございます。それらを輸出をして外貨を稼いでくる。そして日本の景気経済を良くして雇用を立て直して先輩方に対して福祉を立て直していく。私の成長戦略は以上でございます。ありがとうございます。はい、横組さんありがとうございます。続きまして土屋さんお願いいたします。土屋でございます。主催者から誹謗中傷ということは慎むように、最もであります。ただせっかくこうやって並んでそれぞれの政治的な主張を繰り広げるわけですから、政策や言動による批判、お互いに私も批判を受けますし、また私も批判したいとこのように考えております。そのことによって論議が深まるとこのように考えていることをまず最初に申し上げたいと思います。この第1番目のテーマは景気対策ということでありますが、基本的には日本は貿易立国であります。この貿易立国であるという宿命をきちっと押さえた上で、どういうふうな貿易がこれから考えられるのかということを考えないといけないと思います。例えば内需内需といって介護とか医療とかと言いますが、これらの半分は税金です。あるいは保険料です。ですから財政支出、国民負担が極端に増えるわけです。ですからそういう意味で別に制限をする必要はないけれども、こういうことだけでは成長にはつながらないとこのように考えております。そこで、それでは海外に何を輸出するのかということをについてはここにペーパーにお書きしましたので、後でぜひ参考にしていただきたいんですが、やはり成長するアジア、成長するアジアの内需を日本の外需にする、これは武藤敏郎さんという日銀の総裁、副総裁が昨年の1月の正月の新聞に書いたことですが、やっぱり成長する国々の内需を取り込んで日本の外需とするということであります。物を売るだけではなくて、例えば各国の社会インフラ、水道とか下水とかは日本の最も得意とするところでありますし、効率的な発電所を作る、あるいは地下鉄、こういうものを ODA とセットにして積極的にやっていくことが大事だろうと思います。また公共、適切な公共投資も大事であります。例えば今東北地方に、地方は相当景気が過熱気味なんですけれども、それは公共投資が過剰に行われているから過熱気味なんであります。その結果どうなったかというと、例えば片岡大工さんの賃金なんかもかっては1万5000円ぐらいだったのに今2万5000円になっているわけであります。現実に所得が向上しているわけであります。もちろん金融緩和も大事であります。我が安倍総裁は金融緩和、大胆な金融緩和ということを言っているわけであります。最後に科学技術の投資、中長期が大切だと、このことも併せて申し上げております。はい、土屋さんありがとうございました。続きまして杉村さんお願いいたします。こんばんは、杉村康之と申します。府中で市議会議員を3期10年務めさせていただいております。民主党を7月に離党しまして、今国民の生活が第一に所属をして活動しております。まだ選挙区が公式に発表になっていなかったんですが、明日月曜日にははっきり公認が出ると思います。景気対策、金融対策についてでございますが、減税については先ほど×として手を挙げましたが、基本的には減税による景気対策というのもあり得るだろうと思うんですけれども、今それが必要かどうかと言われると最優先ではないので×というふうにさせていただきました。で、財政再建、金融対策に、景気対策についてですが、基本的に、まず金融緩和をして、先ほどの横粂さんとそこは同じなんですが、金融緩和をするべきだというところです。でそれを民間で、一番理想的なのは民間で使われるようにするということなんですが、現状は遅ればせながら、それなりに金融緩和がされてきてるんだろうと思います。しかし、
それがなかなか実際に必要なところに使われず行き渡らないで、お金が貯まってしまっている、銀行に貯まってしまっているんじゃないかなと思うので、本来ならそれが民間で使われるのが一番いいんですが、そこがなかなか使われないというところで、財政によってそれを財政を拡張して、それを使って、景気につなげていくということが短期的に必要ではないかなとこう思うんです。ですから今は国債を増やしてでもそれをやるべきだと、金融緩和をした上で、国債を増やして、財政を増やして、やるべきだと、景気対策をするべきだと、それによって、景気を刺激するというところから始めると、それが、そうしなければいけないと思うんですが、それをやるともうこれ以上国債が増やせないんじゃないかと、こういうふうに、財務官僚を中心にそういうのをおっしゃるわけですが、全然ギリシャ危機だ、ギリシャ危機だと、こうもう民主党の歴代財務大臣、総理大臣がギリシャ危機、ギリシャ危機とこういうふうに言ってきたわけですが、それは全く違うと私は思うんです。ギリシャあの国債というのは外貨建てで、の国債と自国通貨建ての国債がありまして、国が破綻している、国債によって破綻している国の国債というのは外貨通貨建て、ギリシャもそうだと思いますが、そういったところはやはり破綻をしてしまう可能性があると。しかし日本の場合は全て円建て、ほとんど円建てですから、そういう破綻の恐れはないとこう思います。仮に危機的な状況になれば自分で、自国の通貨ですからお金をすればいいということだと思います。はい、すいません、時間ですので、杉村さんありがとうございました。続きまして柳さんお願いいたします。農協さんとの柳隆義でございます。今不景気不況になっている、この不況から抜け出す一番の鍵っていうのはやっぱり働く人たちの所得増やして内需を広げるっていうことだと思うんです。ところが今派遣労働が急激に増えている、働いている人たちの3分の1は派遣も含めて非正規の労働者、そして正規のところでもリストラがやられています。パナソニックの4万人を筆頭にして電気の大手で13万人、そしてこの地域だと日本無線でも約50人ですね。企業の体力もあって内部留保もきちんと持っている大きな企業がこういうふうにリストラをする。人はしろという言葉があるわけですけども、目先の利益だけにとらわれていて働く人たちをこう使い捨てにするようなやり方っていうのは、結局技術を開発することも含めてその企業を支える土台を崩してしまう、結局どん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 衰退の道に行ってしまうなと思うんですね。今の資本金10億円以上という大きな企業の内部留保の額は全部260兆円という史上最高の金額になっています。これは設備投資にも賃上げにも回らないで溜め込まれているお金なわけですね。この眠っているお金が日本の経済の中にきちんと回っていく、そういう仕組みを作ることが必要だと思います。例えばサービス産業の規制をきちんと厳しくする、それによって雇用を増やす、あるいは中小企業に対する下請け単価を適正なものにする法律をきちんと作る、こういうことが必要だと思います。最近政府が出した試算ですけれども、今正規で働いている人、非正規で働いている方たちの中で希望する、正規になりたいと希望している人すべてを正規雇用にすれば全部で6兆円を超える新たな需要が、経済効果が見込めるというんですね。それは結局大企業自身にとっても売り上げになって利益になって返ってくることだと思います。ただひたすら溜め込むだけではなくて利益を社会に還元していく、そういう責任を体力のある大企業はきちんと果たしてほしい。それが日本の経済が成長していくために必要なことですから、それをリードする責任をきちんと政治が果たしていくべきだと思います。以上です。はい、柳さんありがとうございます。景気対策について私たち国民は直接的な影響で判断しがちではありますが、小手先の対策ではなく今各社述べられたご意見の中から
中長期的な景気対策、また雇用確保を判断させていただくことが望ましいことなのかなと思いました。それでは次の論点に進みたいと思います。続いてテーマに、会場の皆様に質問いたします。外交安全保障政策についてです。今各省庁より試算が出ており、政府として国益となるかの判断が迫られている状況下ですが、今回の選挙では争点となりうる政策の一つとしてお聞きいたします。会場の皆様、 TPP の参加に賛成でしょうか。まずはじめに賛成の方、資料を掲げてこちらに分かるようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは反対の方、資料を掲げてこちらに分かるようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。今挙げてない方はどちらでもないということでよろしいでしょうか。今の TPP に関しては、ほぼ同数ということで、写真の方を撮っておりますので、後日参政年会議所のですね、ホームページの方で、結果の方は出させていただきたいと思います。それでは今の質問に合わせて立候補予定者の皆様にご意見をいただきます。すいません、失礼いたしました。もう一つ質問がございました。日米地位協定の問題、また活発化する領土領海侵犯などの問題を抱えた現状ではございますが、皆様にお聞きしたいと思います。沖縄米軍基地の国外移転について賛成ですか。まずはじめに賛成の方、資料を掲げてこちらに分かるようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは反対の方、資料を掲げてこちらに分かるようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。今挙げてない方はどちらでもないということでよろしいでしょうか。今の目視で確認したところ、反対の方が大多数という結果でございました。それでは今の質問に合わせて立候補予定者の皆様にご意見をいただきます。尖閣諸島や竹島などの日本の国土に対し領土領海侵犯が起きておる現状との影響も考えていく必要があります。経済においては TPP の日本の参加をめぐっても大きな議論を必要としていると思いますが、国益と国防、また外交安全保障について現状の問題点、また今後の方向性、展望について語っていただきたいと思います。それでは今回は横久さんの方からお願いいたします。横久米克久でございます。北方領土、竹島、尖閣、これだけ安全保障厳しさを増している。それにもかかわらず今の日本政治一体何をやってるんでしょうか。これが日本の政治、逆に言えば日本の政治が空白だから、日本の政治が機能していないから今だということで、北方領土も竹島も尖閣も攻められているという状況をしっかりと政治も国民も持たなければいけないと思っております。さて、その中で TPP、 これ参加か参加か参加じゃないか、重要な点が抜けています。これは皆さんもぜひ認識していただきたいんですが、誰が交渉に参加するか、つまり誰が国家のリーダーか、これ本当に田中角栄さんが行くのか、横久米が行くのか、アメリカの方のもう言いなりの方が行くのか、全然変わってくるんですね。ちゃんとノーと言える、そして日本の何を守るのか、それをしっかり分かって、分かったと、それを飲めないんだったら私たちは出てくと、
それくらい言える人がリーダーか否かが重要ですから、単純に TPP 賛成が